タンドアップル・ザ・ヴァンガード煉獄にインダースピアドラコキットコロナガルリベレーター影のデッキを変えたかライドドラゴン文句5条だが同じことだライドシックのリベレーターヨセフスアタックよっなぜ愛知は封印されることを選んだ君がそれを聞くのかどういう意味だ自分の身に聞いてみるんだな答えたくないと言うならお前に勝って直接愛知に聞くライド煉獄竜ワールウィンドドラゴンコールアタックあいつさんを渡さない不当のリベレーターカレティクスにライドコールアタックドライブトリガーチェックヒールトリガーじゃあよしローフルトランペッターアタック渦巻く炎で破滅を導けライド煉獄竜ボーテックスドラゴニュートコールメナスレーザーのスキルブルーノを退却ドラゴニュートのスキルリアガードを退却させた時パワープラス3000地獄をも焼き払う滅びの爆炎バーニングプルガトリウムチェックザドライブトリガーゲットヒールトリガーダメージトリガーチェックヒールトリガーペインレーザーガードヒールトリガーの引き合いで5ターンが終わって1対1なんてファイトだすげえアイツさんの封印は解かせないなぜだなぜお前はそこまでもちろんアイツさんのためそして家族のためお前の過ちが世界を危機に陥れた僕たちの幸せをも破壊したあの時の苦しみを僕は忘れない祝福されし光の竜よ青き炎で鎖を解き放てライド青き炎のリベレーターロミネーズコアシークメイトヤブランとせし者に鉄槌を与えよ誓いのリベレーターアグロバルレギオンアイトシキ君にアイツさんの封印を解く資格などないカイプロミネンスコアガード振りかざせ剣を放て炎弾を邪悪なる敵を打ち砕けレキオンアタックアイツさんの封印は絶対に解かせないアタックガード。ガイアール、お前が背負っているものは、愛知への気持ちもよく分かった。だが、俺たちも愛知を諦めるわけにはいかない。
愛知にいる世界を望んでいる人たちがいる。それはここに来た俺たちだけではない。多くの友や仲間、家族、記憶はなくしているが、誰もが愛知の帰りを待っている。今手を伸ばせばそこに愛知がいる。暗闇の中、わずかな光を見出し、ようやくここまでたどり着いた。俺は必ず愛知を救い出す。シーク・ザ・メイト。その雄たけびは道なき道を切り開き、その炎はこの世の全てを焼き尽くす。並び立て、煉獄の竜たちよ、レギオン。渦巻く煉獄の炎で荒ぶる魂を焼き払え。トリニティ・クリムゾン・フレイム。ワン、ツー、そして三つ目の炎、クリムゾン・フレイム。何？ヴァンガードまで？すげえ！リアガードを焼き払ってパワーアップしただけじゃなく、アタックしないでダメージまで与えた！なんというスキルだ！ホール！ペインレーザー！インターセプト！ドメロ！オーテックスドラゴニュート！ワールウィンドドラゴン！レギオンアタック！完全ガード。ドライブチェック。ゲット。クリティカルトリガー。効果はすべてメナスレーザードラゴンへ。諦めろ。その程度の力では僕は倒せない。なめるな。メイトの思いが俺の魂に不屈の力を与える。たとえ志半ばで倒れようと、メイトの絆は決して消えない。あいつらの思いはこの胸の中にある。俺から記憶を奪っても俺の思いはつながる。それがメイトの絆だ。ジアーがブーストしたメナスレーザードラゴンでアタック。俺の意志を貫き通す。カイトシキ、お前はまた同じ過ちを、またこの世界を滅ぼそうというのか。コール、誇り高きリベレーターたちよ、聖なる光のもとへ集え。ペルソナフラムブルーリンケージ、共鳴せよ青き炎。仲間を呼んでパワーアップしやがった。まだだ。青き炎はさらに激しく燃え上がる。アグロバルのスキル、エリオールコール、さらに共鳴し燃え上がれ。コールしたユニットのスキルでパワーアップの連鎖かよ。アイチさんの眠りを邪魔する者は何人たりとも許しはしない。リベレイタープロミネンスコアでアタック、メナスレーザー。カイトシキ、お前はすでに一度負けている。お前は僕に勝てない。体と心に刻み込まれた
あの時の痛みと恐怖を思い出せ。パワー3万7000回。ガード、もう一体、さらにバスターレインとカラミティタワー。ああ、ならばアグロバル、正常なる青き正義の炎で悪しき竜を打ち払え。ガイアール、ん？お前の言う通りだ。俺の犯した罪はあまりにも大きい。どんな罰を受けようと決して許されるものではない。この身はいつか地獄の豪華に焼かれることだろう。だがそれでもこのファイト負けるわけにはいかない。以前、お前は俺に聞いた。俺の炎は何色かと。それを教えてやる。さかまく紅蓮の炎で、この偽りの世界を焼き払え。ワン、ツー、クリムゾンフレイム。敵を焼き払ってパワーアップ、そして1ダメージ。ヒールトリガー、無駄だ。何？クリムゾンフレイム、トリガーの効果まで焼き尽くす。なんだこの力は。以前ファイトした時とはまるで別人。一体何を。言ったはずだ、今の俺はお前の知っている俺ではないと。丹羽先輩が言っていた。カゲロウこそカイの気持ちに一番熱く激しく応えるクランだと。これがヴァンガードファイターカイ・トシキ。俺の元に来た愛知の軍師、ブラスターブレード。愛知を助けてほしいという、その意志を俺は信じる。真の友、メイトとして俺は愛知を求め続ける。それがたとえ愛知の決意に反していようとも。見るがいい、これが俺の本当の姿だ。高き雄たけびを持って我が道を切り開け、煉獄の竜たちよ。俺の前に立ちはだかるものは全て俺の炎で焼き尽くす。ガイアール、お前の負けだ。ハゼロ、ジャッジメント。何？熱い、なんという熱さだ。青の炎を凌駕する圧倒的熱量。
深い都市機の炎か。